ソードフィッシュは2001年のアメリカ合衆国の犯罪映画。監督はドミニクセナ、出演はジョン・トラボルタとヒュー・ジャックマンなど、95億ドル強奪作戦に手を貸すことになった天才ハッカーに仕掛けられた罠を描いたサスペンスアクションである。冒頭、600台のカメラを駆使して撮影された30秒のバレットタイムによる大爆発シーンは、 公開前から話題になった。かつてハッカーの帝王と呼ばれた、スタンリーのところに、ミステリアスな女、ジンジャーが巨額金強奪計画の話を持ってきた。かつて、DEA の極秘作戦、ソードフィッシュ計画で残った裏金95億ドルを、ハッキングで奪おうとする謎に満ちた、冷徹な男、ガブリエル。ロサンゼルスの空港で殺された大物ハッカー、トーバルズの事件を追ううち、 かつてその手で逮捕したスタンリーにたどり着いた FBI のロバーツ捜査官。その事件が元で小悪な元妻にマナ娘ホリーの親権を奪われ接見禁止にまでされてしまったスタンリーはホリーを取り戻すため予測不能の思い込みイコールミスディレクションの罠にはまっていく。ガブリエルは95億ドルを何の目的で奪おうとしているのだろうか。ありがとうございます。